信号貝塚信号貝塚は埼玉県川口市東貝塚にある縄文時代後期の貝塚で埼玉県指定史跡である信号貝塚信号貝塚は川口市内で最大規模のもので原型を止める数少ない遺跡である貝塚は東側から入り込む谷の最奥部を囲むように存在し4地点の貝塚が馬蹄型を成している貝塚は 東西約120メートル、南北約150メートルの広がりを持ち、厚さは A 地点貝塚で1メートル以上の体積をしている。信号貝塚を構成する地点貝塚の中で最も規模が大きく、貝塚の大きさは東西約25メートル、南北約78メートルを測り、中心部の広場を囲む三日月城を呈している。また、 貝塚は、ボーリング調査の結果、厚さ1メートル以上堆積していることが判明した。貝塚の中央には、1927年10月の七の宮五大林を記念した石碑が建っている。この A 地点貝塚は、過去数回の発掘調査がなされ、その際、縦穴住居士や縄文人の骨が発見されている。東側に広がる貝塚が B 地点カイ塚である。 B 地点貝塚は、信号貝塚の中では最も南側に位置し、馬丁形貝塚の東側先端部分にある。貝塚の大きさは、東西約50メートル、南北約30メートルであり、東側に緩やかに傾斜する部分に、楕円形状に貝が散布している。この貝塚は、A 地点貝塚に比べ貝の散布がまわらで、厚さも薄い。この地点と A 点貝塚とは、標高で、 1> 約1メートルほど差があり、A 地点貝塚の高まりがわかる。信号貝塚を形成する地点貝塚の中で最も北に位置する。この貝塚は大地の延辺部から斜面部にかけて形成された小規模なもので、東西約10メートル、南北約20メートルの大きさを測る。この地点は1985年、保存整備のために発掘調査が実施され、調査の結果、 崖戦火のローム平坦面より縦穴住居士や小縦穴が確認された。このことは、縄文時代の生活の舞台が、貝塚のある大地上だけでなく、低湿地に面する大地下にまで進出していたことを物語っている。現在、斜面部には土砂流出を防ぐ工事がなされており、斜面の貝塚は保存されている。D 地点貝塚は、C 地点貝塚と同様に大地の沿辺部から、 斜面部にかけて形成されたものである。大きさは C 地点貝塚と同じく小規模のものと考えられるが、詳細な調査はなされておらず、規模は不明である。斜面廃棄型の地点貝塚として、隣の C 地点貝塚と一体となる可能性もある。信号貝塚の立地する大地上で生活を営んでいた縄文人は、生活の糧を安全に広がる広大な低湿地に、 求めていた。魚介類の採集や加工の場として、水辺は生活の重要な舞台であり、ここを拠点に、彼らは、丸木船を操り、海へと乗り出していった。1803年に、鳥居流蔵により調査が実施され、その後、1927年秩父の宮御大林に、再して、柴田上衛が、1931年には、県主編纂事業として、 さらに1933年には東京帝国大学医学部解剖学教室が発掘調査を実施している。これらの調査によって3件の住居士と新転送3体を含む5体の人骨が検出され、縄文時代後期商業寺式、堀の内式、カソリビー式、5、番機安行式土器が出土した。他に土偶、土板、耳食等の土製品や石属、 石符、石棒等の石器類、会話や怪人が出土している。堀の内式時、カソリビー式時、安行式時、土水、土板、土偶、耳飾り石属、石符、石皿、石棒、大石垂れ飾り、会話、怪人貝類、重骨類、魚骨類、鳥骨類、人骨信号は神谷公園として、市民の憩いの場となっている。ありがとうございます。